どうもワニです。そしてこちらは我が家で飼育している淡水カエルアンコウです。本来カエルアンコウっていう魚は海水の生き物なんですけども、まあ、たまにねこういうなんか淡水の方に入り込んでくるのかな個体がいて、まあ、淡水に慣れてるんで淡水でも飼育できるよということでね淡水カエルアンコウとして販売されたりします。まあ、そういった魚もね若干塩があった方が調子良かったりするんで俺はね一つまみ塩を入れて飼育してるんですけども、今回はこの子に餌をあげる動画を皆さんにお見せしたいなと思います。で与える餌は普段ちっちゃなエビとか小魚を与えています。あ、これわかるかな、頭が今ぴょんぴょん動き始めましたね。このね頭にね棒みたいなのが生えてて先端になんかふわふわしたね疑似餌みたいなのがついてるんですよ。これをこうやってぴょんぴょん動かすことによって魚とかがねなんかちっちゃい多分水中のプランクトンとかと勘違いするんですかね食べに来るんですよね。でこの疑似餌を食べに来た小魚をこいつが捕食するっていう感じのね面白い生態を持ってる魚です。今回この疑似餌がねちゃんと機能するかは分かんないですけども、このカエルアンコウが魚を捕食する様子を見ていただきましょう。で与える餌はこちら大量のメダカですね。まあ、このメダカは全部を一気に食ってもらうってわけではなくて、まあ、こういう待ち伏せ型の魚なんでねたくさん入れないと多分一匹すらたどり着けないと思うんでたくさん一気に入れます。それではメダカを投入。ああカエルアンコウがびっくりしちゃった。でもうまいこと出てきたね。メダカを食べるとこは見れるかな。ちょっと嫌な方向向いてんな、撮影しづらい方向向いてんな。あれ今食べた、ちょっと休みしてた俺。スローでもう一度。ああ逃げられてますねこの右のメダカ。お食べた。もう全然疑似餌関係なく普通に食べてる、普通に近づいてきた魚をパクッと食べてますね。この枯れ葉マグロ独特の体と体色、こうやってね何かに擬態することによって小魚を捕食する確率を上げてるんでしょうね。いかつい面白い顔してるよな。このヒレがね手足みたいに発達して歩くように泳ぐのが面白いんですよね。スターウォーズに出てきそうなモンスターっぽい顔してるよ。必死に頭の疑似餌を動かしてますけどメダカは別にそれに寄ってくる感じはないですね。ピンってピンって動かしてますね。プランクトンがねこうやってぴょんぴょん泳いでるの結構似てますよね。プランクトンって結構こういう動き方するもんね、ぴょんみたいな跳ねるような泳ぎ方。ああ逃げられた。胸びれの裏あたり人間でいう脇ぐらいのところにこうやってなんか水を吸ったり吐いたりしてる穴があるのが分かりますよね。これ皆さん何だと思います。まあ一つしかないか。そうエラですね。カエルアンコウってねここにエラがついてるんですよ。ほんとつくづく体型的にも生態的にも普通の魚とはかけ離れた生き物ですよね。これはねエラの穴と書いて最高と読む、まあ、エラの穴ですそのまんまか。こんなところでカエルアンコウは呼吸してるわけですね。こうやって後ろ方向に水を出すことによってジェット推進機関のようなね役割で動くのにも役立ってるらしいです。まあ、ヒレが手足みたいな形に発達してしまって本当に歩くように水中を移動するんですけども、逆にその分泳ぐのが苦手になってしまってるんでこういう器官で補ってるわけですね。狙ってる狙って、お食べた。早い。本当にこの手が可愛いな。独特な魚ですよね。狙ってる狙ってる。全然この疑似餌には反応してくれないですね。一生懸命動かしてたけど今自分で追いかけて食べた方が早いよ。これワニガメの捕食シーンでも言った気がするな。さあ行け。ああ逃げられて。一瞬なんか速くなったね。気づかれたんかな。ゆっくり歩いて近づいていっています。メダカは何も
気にしていません。一生懸命疑似餌を振ってアピールしていますが、特にメダカは反応していませんね。ちゃんとこの疑似餌に魚が釣られてくれたら面白いんだけどな。なかなかそううまくはいかないみたいですね。思えばワニガメのあのミミズみたいなベロにも反応してる魚はあんまり見ないですもんね。お前たち、その疑似餌を進化させるよりも普通に泳ぐの速くなるように進化した方が良かったんじゃないか。もっとこいつが隠れられるようになんか岩とか葉っぱとかをレイアウトとして入れてあげると面白いかもしれないですね。一生懸命動かしてるけど全然釣れません。心なしか顔もなんか釣りつまんねえって顔になってきてるような気がします。釣れない時の俺と一緒ですね。釣れない釣りはつまんないんだよね。網しか勝たんと思ってます多分こいつも。全然釣れないもんね。ルアー変えてみたら金が違うんじゃない。あー惜しい。惜しくはないけど何も惜しくはないけど、あ違ってきた、来た来た来た、あーどう、自分から動け、もうちょっと。それもう意味ないから、もうそのぴょんぴょんやってもそれ。ほら行け行け行け、ほら歩け動け、ほらもうちょっと前、ぴょんぴょんすんなって思って。ぴょんぴょんする暇あったら手を動かせば。ぴょんぴょんで来た試しあるか今んとこ。なんでもうある程度近づいたらまたぴょんぴょんし始めるんだよ。それをしてる暇あったらもっと近づいたら食えるって。ぴょんじゃない、もうぴょんのことは忘れろお前。なんかほんと心なしか悲しい表情をしてるような気がしてきたもん。釣れねえっつって体も傾いてきちゃったもん。釣れねえ、しんどーみたいな顔してる気がする。しんどーって顔してる気がするよ。なんか惰性でピョンを振ってるような感じすらする。惰性でピョンピョンしてるだろお前。もうポーズもなんかもうやる気ない感じだもん。という感じでね、ちょっとやっぱりね、あのだんだんメダカが減ってくると捉えらんないですね。本当にたくさんいたら、まあ、数打ち当たるみたいな感じで、ね、取れるけど、数匹になってくるともう取れなくなっちゃいましたね。こいつももうなんかそろそろ、ね、めんどくさいみたいな顔になってきたんで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。また今後もね、この子に餌やりをする動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。カエルアンコウとっても面白い魚でしたね。それではまた次の動画でお会いしましょう。